姉川を浅井朝倉の地で染めよ。半蔵殿、ここはそれがしに任せ。殿、承知。ほう、救いのものをよこすとは味なこと。姉川で直隆を破ったのはお主か。ならば心置きなく夜叉となろう。Oh!
体。霊石が見せる夢は代償を伴う。あ、誰だおめえは。恥を忍んで哀れみを乞い申す。何とぞ一打を。一と過ごした日々は守るべきものを私に教えた。なれど憧れた兄上の背は追うほどに遠ざかり、余人の及ばぬ彼方へ。募った深い悩みは心に隙を作り、ついに引き返せぬ道を選んだ。兄上が作る世には光がない。輝かしい世に愛する者だけは残したい。急がんと火が。最後のお別れをする暇間をください。ここに俺たちの城が建つ。めでたいよな。これも霊石のおかげってやつか。でもここにだけはどうも恵まれんようだ。これがあの若め野郎の言ってた夢の代償ってやつなのか。笑えるよな。へっ、だよな。あやかしのお前には分かんねえか。ついに俺たちも一国一城の主だが、ここに来て地方の大名が連合して織田に歯向かってきた。そこで信長様はその旗頭たる石山本願寺を叩き、一気に連合を解体するつもりだ。
信長様の天下取りも近い。秀吉軍の霊石とあやかしの力、本領発揮といこう。